郷に行ったら郷に従えってことね。心配しなくてもなるべくおとなしくしてるわ。いい機会だし、妖怪の里をゆっくりと観光していくといい。くれぐれも普通はな。しつこいな。わかってるって。なあ、何よ。こんな里、有無を言わさず焼いてしまった方がいいと思うぞ。ていうか、もう準備はできておる。あ？妖怪の集落など放置しておいたらろくなことになるまい。まあ見ておれ、我が華麗に火を放ってくれようぞ。ま、待ちなさいよ。さすがにそれは。何を動揺しておるのだ。お主は妖怪退治を生業としているのだろう。だったらいいから待ちなさい。今のところは問題も起きてないんだし、何もこっちから騒ぎを起こす必要がないでしょ。しかしだな、私たちの目的は異変の解決よ。この里を滅ぼすことじゃないわ。ならば仕方がない。火を放つのはしばらく様子を見てからにするか。だからダメだっての。不思議ね。自分が暴れている分には何とも思わないんだけど、他の奴が暴れているのを見るとすごくヒヤヒヤするわ。しいわね。いい加減に黙らないと、力ずくで黙らせるわよ。ごめんなさい、黙りばっかり許してください。隠れの巫女のあなたがどうして妖怪の里なんかに来ているんですか。誰も悪いことなんてしてませんよ。そんなの私の勝手でしょ。心配しなくても何もしやしないわよ。あ、もしかして最近できた降臨島の調査か何かですか。降臨島、あれご存知ない。じゃあ違うのかな。確かに私はあの島の調査をするつもりよ。だから悪いけど、あんたに構っている暇はないの。そうなんだ。じゃあ私は退治されないで済むんだね。よかった。隠れの巫女さん、ありがとう。なんていうか、つかみどころのない子ね。こういう子は苦手だわ。能天気で話が通じない輩というのは本当にイライラするな。あん
たも人のことを言えないと思うけどね。ここだけやけに未来的というか、幻想郷っぽくないわね。こういうわけのわからないものは大抵。やっぱりカッパどもの仕業か。人間、それも白麗神社の巫女。私たち何も悪いことはしてないよ。私たちは人間が好きなんです。あら、本当かしら。一見すると友好的に見えるカッパも、腹の中では人間を見下していたり襲おうとしてることがあるから気をつけろって阿久の記録にはあったけど。そんなひどいです。なんでそんなこと言われなきゃなんないのさ。他の妖怪と違って私たちはそんなことしないのに。私に言われても知らないわよ。人間風情が妖怪のマニュアルを作ろうだなんておこがましいんですよ。ほんとほんと、人間なんて一人じゃなんにもできないのにさ。今度その子が水辺に来たらさらっちゃおうか。いいね、やっちゃおう。ちょっとあんたたちね。冗談、冗談ですよ。別にあんたらが何をしようと勝手だけどさ、悪事を働くつもりなら相応の覚悟をしておくことね。その時は容赦なく叩き潰してあげるから。ああ、そんな気はさらさらないんで、その振り上げた拳を下ろしてください。まあいいわ。ところで、ここは何のお店なの？よくぞ聞いてくれました。ここはカッパの開発した技術をお客さんに提供するお店なんだよ。お客様一人一人に合わせた最適なプランを用意してる。ミコさんならそうですね。変の解決に役立つこのようなプランはいかがですか？どれどれ。なかなかいいじゃない。ところで、ここに書いてある用投資っていうのは？ああ、それはですね、お客さんに投資してもらわないと利用できない技術なんだよ。って、何よこれ。ほとんどの技術が要投資になってるじゃない。残念ながら標準で利用できるのは装備強化だけ。これが噂に聞く課金制ってやつなのかしら。まったくケチね。ニトリはタダでいろいろしてくれたわよ。ニトリちゃんは商売気がないと言いますか、自分が面白ければそれでいいって感じだからな。自分の仕事分の報酬はきちんと受け取る、それがプロってものなの。そういえばニトリは一緒じゃないの？
から自分の工房に閉じこもってるみたいですよ。一応このお店にも誘ったんだけどさ、忙しいって断られちゃったんだ。また物騒なものでも作ってるんじゃないでしょうね。もしニトリちゃんの工房に行くことがあったら声をかけてあげてください。たまに様子を見に行かないと干からびていないか心配。それは見たくないわね。正気度が下がりそう。ま、機会があったら様子を見てきてあげるわ。あ、そうだ。その代わりといってはなんだけどさ、この機械を直してもらえないかしら。あ、これはニトリちゃんの。同じ種類の素材を組み合わせることでその素材を強化することができる大発明。その名も川代ニトリ特製物質融合生成装置、略してニトフュージョン。ってどうしてネームさんがニトリちゃんの発明を持っているんですか。まあいろいろあって譲り受けたのよ、第三者からだけど。うわぁ、こりゃひどい。泥だらけだよ。内部に汚水が入ってショートしちゃってる。で、治りそう？システムチェック開始。評価値を他の装備品に移したり、お札の枚数を一つにまとめることができる。ぜひ使ってみてほしい。へえ、便利そうな機能ね。直してくれてありがとう。いえ、カッパが作ったものをカッパがサポートするのは当然のことですよ。仲間意識が強いのは結構なことね。今の段階で図面のコピーはできた？データは吸い出せた。よし、これでニトフュージョンを量産して安く販売することができるね。まだ特許も取ってないみたい。先に取っちゃう？ハイカラというかナウい感じじゃな。カッパっていうのは変わり者が多くてね、見慣れないものを見つけたらとりあえずこいつらのせいにしておけば OK よ。ほう、便利なやつらだな。そうなんですよ、私たちは人間の役に立ついい妖怪なのですよ。そういうことを言う妖怪ほど信用できぬ者はおらぬ。ひどい。私たちの技術の恩恵を受ければ嫌でも認めたくなるって。有効な印にこの通信装置をお売りしましょう。これがあればどこでも好きな場所から通話ができますよ。おお、それは便利なものだな。いつでも好きな時に大使様と連絡できるではないか。今はお得なキャンペーン中、幻想郷に来て1年以内の人であれば新割を利用できる。新割に加入すると
端末料金は実質無料になるんだよ。2年おきに自動更新されるから、うっかり更新し忘れるなんてこともないし、安心だね。ただし、更新月以外に解約すると違約金は発生する。おお、料金が無料なのか。これは好都合だな。ちょっと、実質って何よ。それって実際には無料じゃないってことじゃないの。ん？何か問題でもあるのか？いや、それはですね。はい、この話はなかったことにしましょう。そんな。あんたら、黙らないとここを廃墟にするわよ。なんだ、残念だな。我にはわからぬが、複雑な事情でもあるのか。ほら、もう行くわよ。世の中うまい話なんてそうそうないんだから、注意しなさいよね。いや、そんなことはないぞ。幻想郷ではよくわからん書類に判を押すだけで、いろいろなものをタダで手に入れることができるのだ。この前もそれで暖かい羽毛布団を手に入れたぞ。幻想郷の冬をしのぐには羽毛布団が必須なのだと言って親切な者が譲ってくれたのだ。お主はそういう目に遭ったことがないから我に嫉妬してるだけではないのか。そういう話があっても次からはあんた一人で決めない方がいいと思うわよ。ちゃんと誰かに相談した方が。確かに、我だけがいい思いをするというのは良くないな。次からは大使様もお誘いすることにしよう。いや、そういうことじゃないんだけど。
答えるの？なるほど、ここはあんたの店だったのね。退治する前にどんな商品があるのか聞いておこうかしら。ちょっと待て、お主妖怪を無差別に退治しすぎじゃないか。ちゃんと差別してるわよ。妖怪かそれ以外かで。本に幻想郷は恐ろしい場所じゃ。それで何屋さんなの？よろずやじゃ。食料品から日用品まで様々なものを取り揃えておる。ああ、そっか、葉っぱさえあればどんな商品でも作れるものね。な、それはとんでもない言いがかりじゃぞ。タヌキとキツネは人を騙すものって相場が決まっているのよ。ひどい偏見じゃのう。わしの理念は売り手よし、買い手よし、世間よしじゃ。間違っても騙したりなどせんわ。近江商人みたいなこと言うわね。おお、お主よく知っておるな。凛之助さんがよく言っていたのよね。言っていただけだけど。わしは近江商人の三方よしがとても気に入っておってな。って、そんなことはどうでもいいわい。のう、白霊の巫女よ。ここは一つ見逃してはくれんかのう。わしはただ、みんなに笑顔になってほしいだけなんじゃよ。妖怪だからってちょっと冷たくしすぎたかもね。いいわ、見逃してあげる。おお、さすがは白霊の巫女。幻想郷を仕切っているだけあって話がわかるの。まあ、何か困ったことがあったら私に言うといいわ。あんたが悪さをしない限りは相談に乗ってあげるから。本にかたしてない。人間の小娘はちょろいの。おい、騙されるでないぞ。え？そんな、騙したなんて。わしはただなんとでも言える。腹の底では何を考えていることやら。ま、どうせろくでもないことに決まっておるがな。天然系放火魔よりははるかにマシだと思うがね。今何か言ったか。待て、店内は火気厳禁じゃ。ちょっと、揉め事は外でやってよ。おやつはお主の連れじゃろ。頼むから何とかしてくれ。そうね。
かしら。取引なんか不要だ。今すぐこの古だぬきを。助けてほしいならそれなりの誠意を見せてほしいわね。お主は鬼か。ん、サラダ油には火がつかんのか。こりゃ何をやっとるか。待ちを下ろせ。あら、これだっていいわね。素晴らしい誠意じゃない。それはわしの店で最も価値のあるアイテム。お払い棒99ではないか。こういうアイテムがあれば異変の解決がぐっと楽になるわ。誠意を示すかどうかはあんた次第だけど、どうする。どうするのだ。わかった、それを譲ろう。さすがね、賢明な判断だわ。ここまでの誠意を見せられては我もお主を信じるしかあるまい。助かった。お主の店は異変解決後に燃やすとしよう。そうね、好きにしたらいいんじゃないかしら。あ、悪魔じゃ。人間の皮をかぶった悪魔がおる。冗談だ。妖怪には人間の冗談も通じないらしいな。わしの知る限り人間はそんな恐ろしい冗談は言わんぞ。
で何やってんの？見ての通り薬の行商ですよ。いつもは人里で売ってるわよね。師匠の薬は人間だけじゃなく妖怪にも人気がありますからね。妖怪の里ができたとなれば売りに来るのは当然ですよ。これって私にも売ってくれるの？もちろんです。お金を支払っていただければですが。失礼ね。私は売ってくれって言ってるのよ。当然払うに決まってるじゃない。持ち合わせがあればさ。何よ。いえ、その時はよろしくお願いします。はいはい。それでは本日の薬はこちらになります。え、一種類しかないわけ？しかも一元です。一元？一個しか買えないの？はい、その代わり珍しいお薬ですよ。調合する材料や分量が異なるので既製品とは一味も二味も違います。まあ妖怪相手に新薬を試しているだけなんですけどね。まあ仕方がないわね。お主、クス氏なのか？最近、夜中に何度も川屋に行きたくなって困っているのだ。何か、良い薬を作ってはくれぬか？いえ、私は薬を売っているだけで、クス氏ではないんですよ。そうなのか。あなたの悩みってくだらなすぎて笑えるわね。貴様、我をバカにする気か？こういう症状は何か重い病気の前兆だったりもするんですよ。むやみに笑ってはいけません。少しでも異常を感じたらすぐ医師に相談することが大切なのです。師匠に言ってました。最近疲れも溜まっておるし、一度見てもらった方がいいかもしれんな。何言ってんのよ。寝て起きたら元気いっぱいになってるくせに。これでも体調には気を使っておるのだぞ。規則正しい生活はもちろん、寝る前にはサプリメントという小型の栄養補助剤を飲んでおる。いいですね。
摂取しにくい栄養素を補うには効果的だと思います。しかし我は錠剤というものがとても苦手でな。1錠につきコップ3杯ほどの水がないと飲めないのだ。おかげでサプリメントを飲み終わる頃にはお腹がタプタプよ。原因はそれだと思うわよ。多分そうですね。今日の薬はこれです。宿もあるのね。やあ、いらっしゃい。ようこそホテルニューハクタクへ。あんたの宿だったのね。以前人里で宿屋を経営していた経験があるからな。それを生かそうと思ったまでさ。そういえばまた新しい異変が起きているのだろう。妖怪の里でもちょっとした噂になっているぞ。なんでも降臨堂の店主が巨大な塔を拠点に幻想郷征服を目論んでいるとか。なんか噂に尾ひれがついているような。その拠点の名はズバリ降臨堂。あの塔にぴったりの名前じゃないか。降臨堂から濁点を取っただけじゃないの。覚えやすくていいだろ。どんなものにも名前は必要だからな。里のものにも広めておいたぞ。あんたが広めてるのか。うむ、歴史はこうして作られていくものなのだ。まあ、ネーミングセンスはともかく、凛之助さんが異変に関係しているのは間違いないでしょうね。降臨堂の店主には世話になっているし、心配だな。私からも異変の解決をお願いするよ。お願いされなくても解決するわよ。それが私の仕事だし。そうか、ならば頼んだぞ。白霊の巫女。はいはい。それはそうと、ここまで来るのは大変だったろ。いや、別に。よかったら宿泊していくといい。 HP や力の回復はもちろん、美味しい食事でお腹もいっぱいになるぞ。別にと言っているの。で、もちろん無料よね。一泊二食付きで1500円になります。こっちは異変の調査中なんだから無料にしなさいよ。無茶を言うな。これでも破格の値段にしているんだぞ。最高の環境を提供しようというんだ。無料というわけにはいかないさ。まったく相変わらずケチなんだから。よし、なら大サービスだ。
二人で利用しても料金は一人分のままでいいぞ。なんと我がいても値段が変わらんのか。おい、これはもはや止まらぬ理由はないであろう。何興奮してんのよ。あんたはお金を持ってないでしょ。結局私が1500円払うことに変わりはないじゃない。まあそうであるが、ここは冷静に考えてみるがよい。我の分が無料ということは、本来であれば3000円の料金が半額の1500円になるということだ。つまりお主の料金である1500円も気分的には半額の750円ということではないか。これで分かっただろう。この機を逃すことがどれほどの大罪であるか。ねえ、そうなの？いや、すまんが言ってる意味がよくわからないな。連れがお金を持ってないなら、お前が支払う金額はどう転んでも1500円だぞ。まあ、わかってたけどね。でしょうからね。でも私だってちゃんとしたお店をやってみたいんです。無人販売なんてちゃんとしたお店とは言えません。この里なら人間はいないし、それができるって思ったんです。妖怪だって不幸にはなりたくないと思うわよ。それで、ここってどういうお店なの？そういえば、説明がまだでしたね。このお店では、アイテムにかかった呪いを解くことができます。もちろん無料。というわけではいきませんが、格安にしておきますよ。お金のやり取りをしないと、ちゃんと
としたお店とは言えませんからね。そんなに笑顔で言われると突っ込む気も失せるわね。でも楽しそうで何よりだわ。ええ、役人である私も心は少女ですからね。立場上長くは続けられないと思いますが、少しでも多くの人の役に立てるように頑張りたいと思います。そういうことなら、この私が記念すべき常連第1号になってあげるわ。常連、感謝しなさいよね。はい、いつでもお待ちしております。もしよかったら我の役を払ってはくれぬか。最近不運が続いていてな、きっと役が溜まっているに違いない。そうですか？特にやこい感じはしないですけど。ああ、土地は払えないってさ。なんだと？我が間抜けだと申すか？私に言われましても。我の機嫌を損ねるといい度胸だ。鍵山ひなよ、不審火にはせいぜい気をつけることだな。あ、バカ！不審火？ひい！何やってんの？ほら、逃げるわよ！活気あふれる妖怪の里なんて、それどんな悪夢よ。本当はもっとのんびりしていたかったんだけどね。いまいましいことに私の他にも豊穣を司る神はいるからさ、先手を打つことにしたってわけ。私はあまり乗り気ではなかったんですけどね。みのり子がどうしてもというので仕方なく。なるほどね。あんたらの気持ち、なんとなくだけど、わかる気がするわ。なんだか遠い目をしてるけど、
何かあったの？最近、妖怪の山に新しく神社ができたじゃない？忌々しいことに、あっちの方が信者の数が上なのよね。私もあんたらみたいに早めに手を打っておけばよかったわ。じゃあさ、この里で信者を増やしたら？そうですね。それをするならこのタイミングを終えて他にありません。妖怪相手に信仰を集めるってこと？さすがは神様、えぐいことを考えつくわね。時代は電光石火ですぞ。ぬるいことを言っていてはこの幻想郷では生き残れんのさ。いやいや、ダメよダメ。妖怪退治を生業にしてるのに妖怪から信仰を集めるなんて。それにあいつらとは少し距離を取っておく必要があるわ。いざって時、容赦なくやれるようにね。悪霊の巫女もいろいろと大変なのですね。ま、元気出しなよ。ほら、焼き芋食うか。ありがとう。あら、この焼き芋、なんだかしょっぱいわね。巫女さん、涙拭きなよ。あなたのためにできることはそう多くはありませんが、おはぎを焼いてあげることくらいはできると思います。この里に立ち寄ることがあったらぜひ声をかけてくださいね。そういうことなら私も力を貸すよ。おはぎでよければいくらでも握ってあげちゃうよ。本当？それじゃあ早速お願いすればね。あれ、さっき拾ったナイフはどこに行ったのかしら。おい、ちょっと待て。いやー、やはり焼き芋はうまいの。まあ異論はないわね。お客さん、今はこういうレアものもありますよ。お、なんという優美な香りだ。これは一体？これはワッフルというスイーツです。少し前までは人里を中心に流行っていたのですが、今では少数しか作ってないんです。またおはぎが流行りだしちゃったからね。いいじゃない、おはぎの方が美味しいわよ。せっかくなのでお一ついかがですか？おお、かたじけない。よし、この店は燃やさずにひいきしてやろう。甘味一つで買収されちゃうのね。
どれを焼いてほしいんですか？これでいいんですか？上手に焼けました。どれを焼いてほしいんですか？これでいいんですか？上手に焼けました。なら話しかけない。やっ！